皆さんこんにちは、三枝心です。今日はなんと兄がシンガポールのザ・シンガポールアイランドカントリークラブに行ってきたというので、その動画を見てリアクションしたいと思います。なんとですね、ザ・シンガポールアイランドカントリークラブは太平洋とレシプロ契約をしています。まあ、レシプロ契約というのはですね、まあ、提携先、まあ、姉妹コースみたいな感じでですね、太平洋は海外のコースいくつか提携してるんですね。で、こう太平洋のクラブの会員になると、その会員価格でその海外コースも回れたりします。じゃあそのザ・シンガポールアイランドカントリークラブ、早速見てみたいと思います。まずこれは練習場ですね。朝早いんですかね。なんかこう西日というか日の出方が、あ、明るくなってきました。ちょっと気持ちマットダフってますかね。大丈夫ですかね。今はいいショットだったんじゃないでしょうか。あ、ダフりました。ダフりました。いや、すごい綺麗な練習場ですね。はい、早速一番スタートなります。おー、すごい綺麗ですね。ん？アイアンで打ってたのでショートホールですかね。これは乗ったらしいです。ちょっと手前入っちゃった感じですかね。お、ボールがティーに隠れて見えません。あ、打ちました。すごいですね。もうすぐそこが道なんですね。すごいこう街の中にあるコースのようです。しちゃった。頑張ってます。こうゴルフ始めたばっかりの人はこうグリーン周りのあっちこっち行っちゃう気持ちはよくわかるんじゃないでしょうか。あー、届かず。あ、ボールを洗ってますねこれでね、綺麗にね洗って次のホールにね期待を持たせて。めっちゃ綺麗。行きたいと思います。ちょっとどれぐらい汚れてたのかね、見たかったですけどね。あ、気を取り直していきましたが、ちょっとトップしましたかね。打ち上げのホールで。池もあります。これはいいんじゃないですか。右サイドから山の上まで行った。止まれ。お、ちょっと右奥にこぼれちゃいましたね。お、このアプローチはナイスですね。しっかりピンそばに止まりました。ナイスー。サク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 進んでますね。チラジさん、お、7番アイアンを使うようですよ。あ、わかる。低く出したいけど、こうバンカーもあるんでね、越えたい気持ちからちょっと上の木に当たっちゃいましたね。ナイスアウト。お、しっかりバンカーも鳴らしております。おお、
たんでしょうか。これはちょっと右の方に。わかる。あるあるですね。ゴルフあるある。お、これはしっかり頭も残ってたけど足りない。なんかこのパッとショートする光景よく見ますね。ちょっと同じ兄弟なのにパターは私はどっちかというと強めなので。これどこ打っていくんですかね。これはグリーンが仮設になってますね。お、でもなんかさっと流れてきて戻ったんですかね。お、木に当たりましたがどうやら抜けたようです。前ですね。お、ナイスオンです。わ、何ですかこれは。急にスコール的な。わ、これはこぼれちゃうんじゃないか。泡しかない。でもなんかフルーツの味する。アーディンガー、フルーツの味がするビール。お、雨が降ってきたから練習場に切り替えたようです。うわー、すごいですね。これはさっきの練習場だけど2階からの映像ですかね。ウェアも一新し、天気もいいですね。お、ナイスオンです。ん？カップここですよね。今ずいぶんショートしましたね。兄はパターのショートが目立ちますな。これはどこに行ったんだろうか。すごいビルのど真ん中にコースがあります。ショートホールですかね。すごい雲、絵に描いたみたいな黙々雲です。あ、フェードで戻った。わあ、それは顎に当たりますよ。そりゃこんな顎高いとこユーティリティ持っちゃダメですよ。今のはアイアンに持ち替えましょう。ナイスアウト。伸びるか伸びるか。皆さんどうでしたか。ゴルフ歴、兄はですね、もうすぐ2年かな、1年半かな、まあそれぐらいなんですけれども、始めた頃に比べたらこんなに
打てるようになり、こんなになんか楽しくゴルフをする姿になったなと思います。なんか上から目線で言ってるような感じになっちゃってるかもしれませんが、兄弟なのでご許しください。なんですがね、こう本当にゴルフを始めてよく言うのが、こうまあ知らない人とのコミュニケーションを取っていったりするスポーツなので、まあ、そういうコミュニケーション能力が上がったりとか、まあもともと運動はしてたんだけど、趣味っていうものがあんまり兄はなかったので、こう趣味を持てたっていうのはすごい良かったんじゃないかなと私は思います。なんか結構ね、まあ、IT 会社に勤めてるっていうこともあって、パソコンの前とかオフィスにいたりスーツを着ている時間の方が長かったりすると思うんですけど、そうやってこう緑の中を歩いて人とコミュニケーションしながら会話して、でなおかつこう幅、言葉の幅とか、そのなんだろうな、人と の, この付き合い方がゴルフをすることで少し変わったようなことを言ってた気がしています。なんでね、皆さんもゴルフをぜひ始めて、こう緑の中を歩いてスポーツしてもらえたらなと思います。1年半でこんなに打てるようになりました。また次回兄のラウンド動画楽しみにしててください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。